カウテレビがお届けします社長室101、今回は港区浜松町の貿易センタービルに来ております。今日はですね、あるパイオニア企業を訪問させていただいているんですけれども、オフィス向けのコーヒーサービスを日本で初めて展開された会社に来ております。社名を株式会社ダイオーズさんと言いまして、創業から48年間ほぼ増収増益というですね、実績も持っていらっしゃいます。またユニークな特徴といたしましては、アメリカでもともと着想したビジネスを日本で展開して、でそれをまたアメリカの方に持って帰ってビジネスをされたんですけれども、ここで西海岸で第1位の実績を取られ、またアメリカ全体で第3位の規模を誇っていらっしゃるということで、今日はそのストックビジネスですとか、お客様と長く継続していくようなビジネスの強みをお聞きしたいと思います。ご紹介します。大久保慎一社長です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。まず会社の概要から伺ってよろしいでしょうか。私どもB2B に特化して各企業にいろんなサービスを提供する会社ということですね。で、大きく分けると、日本のビジネスとアメリカのビジネス、アジアのビジネスと3つに分かります。で、日本のビジネスにおいてはオフィスに対する飲料のサービスと環境のサービス、アメリカはオフィスに対するコーヒーのサービスというふうに特化してますね。飲料のサービスと環境サービスというのに国内では特化していらっしゃるということなんですが、それぞれ具体的にどういったものなのか。飲料のサービスの中に大きく分けて、コーヒーをサービスする仕事、それから給茶器、お茶ですね、お茶をサービスする仕事、それから水ですね、ボトルウォーターに入れた水をサービスする仕事という大きく分けて3つの柱がありますね。なるほど。コーヒーとお茶とお水、水ですね、はい、あと環境の方は大きく分けると、マットモップのお客様にお貸し出ししてクリーニングする仕事、それからあとはいろいろと空気をきれいにする空気清浄機とか分煙機とか、それからオフィスの中のグリーンね、緑のグリーンとか、あるいはビルメンテナンスというんですけどね、お掃除をする仕事、オフィスをきれいにするための仕事をやってます。なるほど。今だいたい何社ぐらいのお客様にこうご提供されて、シェア的には開示してますのが、日本とアメリカ足して20万社を超えるお客様に定期的なサービスしています。で、これはあくまでも契約ベースですので、お客様と3年5年、一番短くても1年間のご契約結んだお客様の総数ということですね。大きく分けてアメリカのビジネスが全体の6割ぐらいですかね、日本のビジネスは 40% ぐらい、大きく分けると飲料が3分の2ぐらい、3分の1ぐらいが環境ビジネスという感じでしょうかね。なるほど。具体的に例えば契約をしたときに、どういう頻度でどういうサービスをしていただけるのかっていうのをちょっと教えていただけますか。専門のサーバー、水をホットタンク、アイスのありますね、ゴールドの、サーバーをお貸しして、サーバーの中のメンテナンスをしながら、ガロンボトルを使っていただく、で使い終わったガロンボトルを捨てるんじゃなくて、でも私ども回収してリサイクル、リユースしてまたきれいにしたものをお届けする、ということで、そういう継続するものに特化してやってます。やっぱ環境のビジネスですと、マットモップなんかですと、大体1週間ごととか2週間ごとでこうマットを取り替えるということで、それを前提に契約いたします。それからコーヒーの場合ですと、エスプレッソの機械はその後1ヶ月に一遍は行って、機械のメンテナンスしなきゃいけないので、1ヶ月に一遍行きますよ、で機械のメンテナンスさせていただいて補充させていただきますよ、で1月の基本料金はこういう料金ですよ、で大体契約というのは3年から5年、一番短いやつで1年間の契約ですね。コーヒーでいうとどういうメンテナンスをしていただけるんですか。機械本体、エスプレッソの機械というのは、やっぱりきちっとメンテナンスしないとすぐ壊れてしまうんですよね。ちょうどスターバックスさんが使っているあのコーヒーの機械の小型版の機械ですので、非常にメンテナンスが大事なんですね。じゃあ、ダイオーズさんの営業マンの方がオフィスに来て、定期的に来られて豆の補給とか。そうですね、営業マンとか私もルートサービスマンって呼んでますけどね。ルートサービスマン、定期的にルートで持ってお客様を月に一遍スケジュールを組んで回りますんで、で回って機械のまずメンテナンスをさせていただいて、それで減った分の補充をさせていただくと。なるほど。ですから今コンビニさんが非常に美味しいコーヒーを、1杯100円で飲む時代ですよね。私の場合はエスプレッソの機械を貸しして、お客様がボタンを一つ押すと豆からそこで豆からグラインドして
で、定規でもってスチームでもってカプシオカプラットできるんですけどね、200杯のセットで8000円なんですよね、で1杯って40円、で追加料金で今度は200杯以上飲むところはもっともっとお安くできますんで、コンビニさんは大体3分の1ぐらい値段んで1杯で飲んでいただける、もう自分の会社内に機械ありますから、ボタンを押すだけと、わざわざ買いに行かなくていいという便利性ですね、でもし壊れてなくしたら責任を持って私どもが即座に機械のメンテナンスさせていただくというサービスですね。なるほど、